今回はセクション2になります。それではまずセクション2の概要から始めていきます。前回はセクション1のコンピュータサイエンスの概要でしたね。コンピュータサイエンスについて概要を学んだ上で基礎的なコードを書いてみました。今回のセクション2ではプログラムの計算量を解説します。まず CPU とは何か。 メモリーとは何か基本的なところから始めて、最後はプログラムの計算量がこの程度だと見積もれるように皆さんになっていただきたいと思います。このセクション2を学んだ上で次のデータの制御、アルゴリズムへと進んでいきたいと思います。そしてここで今回の内容について解説します。まずはセクション2の概要ですね。 そして最初にメモリと CPU について解説します。まず計算量を見積もるための基礎としてハードウェア的なベースを押さえておきましょう。計算量にはどうしてもハードウェア的な制限がかかりますので、ここでメモリと CPU についてまず解説したいと思います。次は場合の数と確率ですね。 計算量のベースとして、場合の数のカウントの仕方と、それをベースにした確率の概念について押さえていただきたいと思います。そして最後に計算量を解説します。といった流れですね。それではここで本日使用する教材を紹介したいと思います。まずは、前回と同様に Python の基礎というフォルダがあります。Python Basic のフォルダですね。 このフォルダの中に Python の基礎を解説したノートブックが4つほどありますので Python に自信がない方はこちらの方で Python の方を勉強しておいてください。そして今回セクション2の教材ですがこちらになります。まずは場合の数及び確率を学ぶための Number of Cases というノートブックですね。そして計算量を扱う Complexity というノートブックもあります。 それぞれちょっと見ていきましょう。こちらのレポジトリを見てください。えー、みんなの CS というレポジトリですね。セクション2のフォルダの中に、先ほどの2つのノートブックがありますね。Number of Cases を開いてみて、 オープンインコラボのボタンが表示されますので、ここをクリックすると Google コラボラトリーのノートブックが開きます。コンプレキシティについても同様ですね。今回も開発環境として Google コラボラトリーを使ってプログラムの方を実行していきます。はい。それでは本日使用する教材については以上ですね。 次に行きたいと思います。